東京湾大化火,火祭りは、東京湾大化火,火祭り実行委員会と東京都、中央区が主催、毎年夏に開催していた花火大会。1988年から2015年まで開催されていた。現在は休止状態となっている。東京湾大花火祭りは誤りであり、花火に花火と当て字を冠した、東京湾大化火,火,火祭りを正式名称としている。 1988年8月13日に初開催。以後2015年までの毎年8月第2土曜日に行われ、全25回開催された。東京港の晴海不頭公園を呼び、晴海不頭沖合大船から約1万2000発の花火を打ち上げ、多くの来場者を魅了し、東京の夏の風物詩として親しまれ、隅田川花火大会や神宮外苑花火大会と、 並ぶ東京の代表的な花火大会の一つでもあった。2015年8月、会場周辺が2020年に行われる東京オリンピック及びパラリンピックの選手村整備に伴い、この年の第27回をもって当面の間休止することを翌2016年1月25日に中央区が発表した。ただし、公式にはあくまでも休止であり、 終了ではないとされている。2018年から事実上の後継とも言える東京花火大祭がお台場で開催されることとなった。東京港での打ち上げのため会場以外でも花火を見ることができたが大規模な交通規制や立ち入り制限区域が設定されていた。特にお台場地区は富士テレビのイベント東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケットと重なることが多く、 混雑となることがしばしばあった。このため、2007年開催のコミックマーケット72以降は開催日を1週間ずらす措置が取られたが、2010年のコミックマーケット78、2012年のコミックマーケット82では再び日程が重なった。当日実施の可否は天候により決定しており、当日公転により実施不可の場合は中止となっていた。可否放置は、 ラジオ放送では文化放送で10時57分から、コミュニティ FM 局では、ラジオシティで10時から毎正時前に放置していた。中央 FM で、毎年、ラジオデカカ、レイシオシティ、東京湾大火火祭り完全実況制中継と、題して完全制中継で放送していた。2010年以降は、中央 FM の主催により、ユーストリームで同局の生特番を、花火映像を交え、 全世界に向けて配信を行った。また、近隣在住の配信者による非公式なユーストリームやニコニコ生放送による生中継も行われていた。ありがとうございます。